はい、おはようございます。2月4日、相場解説7時8分になります。このドル円のこれは日足ですね。日足を見るに私が感じるところっていうのは大きな、これ陰線がここに出てますね。ここにね、これですよ。これこの陰線があります。で、サンバガラスといいますかね、3本この陰線が並んでるんですよ。で、1本前の陰線っていうのは大きな下髭が出てるんで、もしかしたら下への圧力が弱まったのかなと思ったんですけども、ここで生じた買いっていうのは完全にね、次の陰線で否定されていて、で、新しい、陽線が生まれてますよね。新しい陽線もこれも買いの利益が確定するとまた陰線に回るんではないかなっていうふうに思うわけですよね。そこで移動平均線を見てみますと、3本とも下にアリゲーターラインがね、ぐっと広がっているところに、遭遇します。これです。ということは大きく下に下がる可能性があるんではないかなって見るのが日足です。大きな流れ下に向かっていることを確認すると、今度は4時間足を見てみます。4時間足はこの移動平均線からいきますと下への流れを作ってますよね。その次にこちら、懐かしいこのゾーンを見ます。ゾーンじゃなくて、レンジを見ますね。で、次のレンジがここにある。これ覚えてますかね。そこでですね、この1個目のレンジをぐーっと横に長くしてみると、ここにね、抵抗体が見えるんですよ。で、どういうことかっていうと、ここで今、陽線ができてますね。で、ヒゲがここに出てます。ヒゲは抵抗体で止まってます。で、陽線っていうのは、多少上がるにしても、また N を描くようにして、落ちていく、このきっかけになりやすいのかなと思うんですよね。ここでですね。こういうところで。で、もう一つ、この、なんですかね。この、なんて言いますかね。ゾーンでもないや。レンジですか。レンジを伸ばしたのが、この陰線がですね、ぐっと潜ってるわけですよね。で、突破してここに来てると。で、ここでも一回、同じように来てるんですけど、すぐ買いが入ってしまったんですよね。で、すぐ買いが入ったんで大きく下がることはないかなと思ったんですけども、ここまで来たこちらの陽線で、陰線で、ここの陽線の買いも全て、決済が済んだかなと私は考えます。で、新しい買いがここで入ってますんで、今度は N を書いて降りていくんではないかなということですね。わかりますかね、これ。で、1時間もちょっと分かりやすく説明できると思います。ここにね、黄色いゾーンがあるでしょ。これずーっと横に伸ばしていきましょう。ほら、ね、このヒゲですよ。このゾーンによってヒゲを出して売り圧力が勝ってるわけですよね。で、今度ぐーっと上がってきてます。上がってきてますけども、このゾーンに跳ね返されて N を描くように、N ってのはこういう N ですよ。N を書くように落ちていく降参が強いと。ここを突き破ったらですね、突き破ったらどうなるかっていうと、ここのゾーンが今度は構えてるわけですよ。ここね。今度は、ここで N を書くように下がっていくという図が確認できます。ほら、これも N でしょ。だから二段構えの N で、売りを検討するというのが結論です。それでは行ってらっしゃい。